沖郡西ノ島町の三田八幡宮には中世の芸能である田楽が古い形態を残したまま伝えられています。日本の芸能史上、田楽という言葉が文献に登場するのは今から1000年ほど前の平安時代のことです。田楽は田植えを生やす楽が次第に芸能化したとも言われますが、登場の初めから専門の芸能者である田楽法師が瓶座皿や腰太鼓などの楽器を鳴らしながら奉納する踊りとして社寺の祭礼に奉納されていました。この頃田楽は獅子舞や相撲などの当時の流行とセットになって演じられていたことが文献などに記されています。ここ西ノ島に田楽が伝わったのはいつ頃かはっきりしません。しかしおよそ400年前の天正18年の棟札に田楽衆12人という記述があることから、室町時代の後期には現在のような形の田楽があったのではないかと考えられます。しかしそれ以前の鎌倉時代、沖の国は近江の佐々木氏が守護として支配していました。あるいはこの頃西ノ島にあった三田の庄の荘園鎮守のための祭礼芸能として伝来し、以来長福寺や三田八幡宮の祭礼芸能として奉納されていた可能性も考えられます。このように大変歴史のある伝統芸能で、平成4年国の重要無形民俗文化財に指定されました。現在三田八幡宮の田楽は西暦の奇数年9月15日に奉納されています。田楽の奉納の時期が近づくと、三田地区の人たちによって準備が行われます。田楽が行われる舞台を組み立てるための材木や床板は本殿の床下から出され、拝殿の正面に組み立てられます。境内の清掃や桟敷作りには三田尻地区の自治会の人たちが出かけて行われました。舞台の横には奏楽者のための桟敷が作られます。江戸時代後期の文書からは、踊り手は大津、林は小向かい、笛吹きは大山明け、桟敷作りは橋、船越から出すなどと、それぞれ分担が決まっていたことがわかります。現在では人手不足などのために若干の変更はありますが、基本的にはこの分担に従って準備が行われるのです。
とチートモノサンドなのでこれがモノサンドなのでそれこそ口ってまだ入らん。もういっぱいだわ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、今日しょって。ああ。え、これをいいこと覚えたな。はい。はい、これに任せた。あとは反対だ。まだやるか。いや、あれ上手よ。上げないよ、上げないよ。よっしゃ、よっしゃ、戻した。せーの、はい、1枚ずつだ。1枚ずつかな。おしょ、また今度。はいはい。いや、その、どういうかな、あの、獅子頭の、こう、あ、そうか。はい、その紐欲しい。着付けなどの準備が行われる楽屋は使わなくなった古いのぼりを用いて作られました。それで全部こうここで絡みそうけどな、こう切るわけねえしな。白木さん、地ではここは真ん中一つで。9月14日舞台の周りには締めが張り巡らされ準備が整いました。この間口2間、奥行き3間の広さの舞台で田楽は奉納されます。一方、平成10年に建てられたばかりの伝承館では9月1日から奇数日ごとの夜間に練習が行われました。現在、三田八幡宮の田楽はおよそ25人の田楽保持者会の会員によって伝承されています。踊りの全体の構成はどういうふうになっているんでしょうか。踊りの全体の構成、紙の相撲と、それから獅子舞と田楽と一応大きく分ければこの3つに分かれております。順番としましてはまず紙の相撲をやりまして、次に獅子の踊りをやります。その後に、いよいよ田楽が始まるわけですけども、田楽も、細かく分ければかなり、順番というか、あれがあるわけでして、最初に、中門口踊りをやりまして、次に、鳥踊り、その次に、小田皿踊り、それが終わると総踊りになります。全員で踊ります。それが、最後まで行きますと、中門口が2人残って、沈めの前ですか、それをやって
終わりたいことになりますね、うん、なかなかその分けるいうのがちょっと難しいような気もしますけども、演目というほどのことはないですよね。今回は中学生が小笹と言われる役を演じます。こうして芸能は世代を超えて伝えられていきます。9月14日午後2時から練習の総仕上げとして笠揃えが伝承館に隣接する長福寺で行われました。笠揃えは江戸時代の記録にも見られるもので、翌日の三田八幡宮で奉納されるものとほとんど同じ内容です。笠揃えが行われる長福寺は三田八幡宮の別当寺として重要な役割を果たしてきました。別当寺とは神仏習合の時代に神社を守る寺として位置づけられていました。笠揃えはおよそ4キロ離れている八幡宮の方向を正面にして行われ、たくさんの地区の人が見学しました。笠揃えは三田八幡宮まで出かけられない地元の人たちに披露するという意味合いもあったと言われます。囃子方は谷衆や衆拝らで始まる囃子を繰り返し唱えます。踊り手と囃子の掛け声が境内に響き渡り、田楽独特の神秘的な世界を作り出します。田楽を奉納する人たちがかぶる笠には天宝輪といわれる仏が持つ武器をあしらった模様が描かれています。海士町の清水寺にはこの模様を描いた天井があります。この天井は以前は長福寺にあったものです。笠揃えが終わると各自伝承館で自分が使う笠に切り紙を貼り付けます。小笹が使うすり笹にも赤い切り紙を貼ります。こうして本番のための練習と準備が全て終わりました。
9月15日、三田八幡宮の祭礼の当日です。拝殿では神事が始まりました。この間に楽屋では着付けなどの準備が行われます。神事が終了すると、たくさんの人が見守る中、田楽が奉納されます。三田八幡宮の田楽は、官の相撲、獅子舞、田楽の三部からなり、総称して秋拝羅とも呼ばれます。官の相撲、行事の神が御相撲をいたすという掛け声のあと、二人の少年が鉢巻きに刺した紅白の小柄を交換します。舞台を降りた行事と力士は社殿の後ろ側まで行き、再び戻ります。最後でだよ。上がって。こうした動作を3度繰り返します。獅子舞、江戸時代の文書では大津の人が務めることになっていました。林の獅子こそ寝たれ、起きることはならぬの掛け声で、獅子はあくびや飲みを噛む仕草を繰り返し行います。頭や尻尾の微妙な動きが観客を楽しませます。注文口、いよいよ田楽が始まりました。三田八幡宮の田楽は中門口、鳥、小皿、総踊り、沈めの踊りで構成されています。中門口は青いすり衣に笠という独特の装束を身につけ、瓶座皿といわれる竹で作った田楽独特の楽器を振り動かしながら踊ります。江戸時代には僧侶が踊ることになっていました。鳥、すってんでとも言われます。金と銀の鳥の冠をつけ、小包を持った鳥が大きな動作で旧調子に踊ります。
いいんやはいんやは小座皿2人の少年が手に持っているのはすりざさらといわれる楽器です。動きは鳥と同じで、鳥を演じた者のうちの一人が掛け声をかけています。赤や金色の華やかな装束は周囲の山の緑、空の青に映えて大変鮮やかです。総踊り。中門口、鳥、小座皿の6人にそれぞれ脇が加わり、総勢12人の踊り手によって演じられます。中門口、中門口脇、鳥脇、鳥、小座皿脇、小座皿の順にそれぞれ2人ずつ並び、楽屋や本社の方向を拝しながら踊るのです。鳥だけが他の踊り手とやや動作がずれるところも特徴です。踊りは時計回りに方向を変え反対回りに戻るという単純な構成ですが、踊りと踊りの間に吸い違いと呼ばれる動作があり、それを合図に様々に変化します。しかし基本的な動きは初めに行われた中門口鳥の踊りと同じです。このように初めに踊りに出演する各パートが演技を披露し、その後に総勢で踊るという形式は古代芸能である宮中の御神楽や舞楽などに見られるもので、田楽踊りの特色でもあります。最後に中門口による鎮めの踊りが行われ、秋拝らは終了します。田楽が終わると境内の横にある土俵で地元の青年や小学生により相撲が奉納されました。はい、抱き合った時に声援を上げてください。よいしょよいしょ、はい、ありがとうございます。続きまして東近藤君。三田八幡宮に伝わる中世の芸能田楽。独特な胴のリズムと林に乗って緩急さまざまに変化する優雅な動きの中には深い祈りが込められており、見る者の心に中世の人々の願いを彷彿とさせる不思議な力を持っています。